コンセプトはあのスイーツとファッションの融合ということで、まあ、どちらもこうもらった時にワクワクドキドキするっていうところがいわゆる親和性が高いなと思っていて、そのスイーツとファッションを融合させるにはやっぱりことっていうのがすごく大事 でそれをまあ一番演出できるという意味ではこの空港ってやっぱりことの始まりのところなので、例えば帰省をするとか、例えば出張するとか、恋人に会いに行くとか、リゾートに遊びに行くとか、スイートとトラベルをことで結びつける、まあ、一番の場所だったということです。海老原由里さんです。羽田空港店オープニングのテープカットでございます。ではお願いいたします。どうぞ。おめでとうございます。女の子をハッピーにさせるっていう力がすごいあって、やっぱり見てるだけでもハッピーになるし、そして今回また新たな挑戦でスイーツをご用意したっていうことで、やっぱりそれも女の子大好きじゃないですか。女の子が喜んでくれるアイテムをどん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 揃えてくれるっていう、とっても素敵なブランドだと思います。なんかどれも全部違う味で、すっごく甘くてとろける食感がたくさんあって、あと見た目もすごい可愛いので、自分も食べてもなんかハッピーになれるし、お土産でも持ってってもハッピーになれると思います。 Summer is almost here. Summer is almost here. かわいい。この羽田空港中から声が上がっております。なんか気になったものありましたか？そうですね、やっぱり今人気 のリバティキティ、キティちゃんのロゴじゃなくてマークが入って、あ、こちらですね。ただね、リバティプリントのように見えるんですけれども、よく見るとキティちゃんとっても可愛いです。女性を楽しくさせる、もう内面から美しくさせる、女性の体にお殻だとかビタミンだとか、そういったものをこうお菓子の中に取り入れることによって、もう内面から美しくしていく、そういうお菓子のコンセプトで、今回作りました。I'm very proud that I could be part of this project because you know Samastabasa is so popular in Japan and young women in general, they just love Samastabasa. I saw this movie with Gwyneth Paltrow and she was the stewardess in the movie, and what she was wearing, the look and everything, I thought that would be the best thing. And we had so many meetings with the designer, and finally I saw the uniform on the first model and I was like, wow, that's exactly what I was thinking about. I designed this one, so really, I like this line very much. It's very pretty and looks, do you like it?この70年代の帽子とスカーフがすごく効いていて、すごくこのファッションは好きです。体のラインがすごく出るとは思うんですけれども、足も綺麗に見せることもできますし、このボディラインがすごく綺麗に見えるカットになっているので、とっても気に入っています。